たった3年ですでに全世界で5000万枚のセールスを記録。今最もノリに乗っている歌姫。そんなレディーガガには数々の都市伝説が存在していた。わずか22歳の若さで世界的ヒットを次々と記録。なぜガガはこの若さで売れたのか。実はそこには計算され尽くした戦略があったのだ。そのきっかけとなったのがまだガガがナイトクラブで下積みをしていた19歳の時。こんなにいい声で歌ってるのに誰も聞いてくれないじゃん。一体どうしたらいいのかしら。ガガは考えた。そして彼女がとっさに思いついた戦略が。これでどうなのよ、どうなのよ。その場で服を脱ぎ捨てたガガ。その姿に客たちは一気に注目。男たちはいつも必死に見てるのは偉いし、だから注目させるには裸になればいいのよ。ここからガガの露出パフォーマンスに火がつく。ノリ悪いな。よし。ほとんど裸の状態になって客席にダイブするガガ。ほらやっぱり逃げたらいいんじゃん。この観客の度肝を抜くパフォーマンスがきっかけとなり、一気に注目を浴びる存在となった。このレディーガガの代名詞ともいえるぶっ飛んだファッションの数々は全て計算のもとに作られていたのだ。派手だったら派手な分みんな見るしな。そして衣装だけでなく奇抜なステージもガガの魅力の一つ。しかしでも脱ぐものないじゃん。そんなガガが今後予定しているというのが死体を使ったステージ演出。人体の式典で使われた方式と同じ本物の死体を使うというガガ。そのステージはおそらくこんな感じ。脱ぐもんないからこんだけやりゃ注目されんじゃん。来年のラスベガス公演でこのステージが実現するとかしないとか。一度わしづかみにしたファンの心は決して離さないガガ。ではなぜ彼女はファンの心をつかみ続けるのか。それがプライベートの暴露。今ファックしてまーす。渋谷ナウ。ガガはいついかなる場面もツイッターでプライベートを垂れ流し、なんとフォロワーはその数世界一。常にプライベートを公開することでファンたちはガガが今何を、そして次は何をしてくれるんだという興味を引き続けているという。さらに毎日 YouTube をチェックするガガは、10歳の名もなき少女がガガの歌を歌い YouTube にアップした映像を発見。何これ、かわいい、何これ、私の歌歌ってくれてる。ガガ感動。 Hi, this is Lady Gaga. Maria. Hi, Maria. Hi, Lady Gaga.この映像を見たガガは感動し、少女に電話をかけライブに招待する約束を。そして本当にライブに招待することは愚か。これ嬉しいわ。そしてガガ自身が涙するという感動のステージを演出した。こんな若い子が私の歌を歌ってくれて、ずっと歌えるわ。デビューから3年ですでに4度も来日しているガガ。日本好きというエピソードには、
東京ラブの入れ墨。例えば愛犬の名前も横カモン、横カモン。こういうものにリスペクトしているオムヨコの名前をつけたと言われている。そして無類の日本食好き。来日してガガが食べるものは寿司三昧の寿司、シブストッパとアプリストロームちょうだい。品川駅の立ち寄り店、しゃぶしゃぶ止まるな。しゃぶ禅のしゃぶしゃぶ。そしてガガの決めポーズと言われているのがこちら。なぜこんなポーズをするのか。アメリカで絶大な人気を誇ったコメディアンダニー・ケイを崇拝しているガガ、同じく崇拝するダニー・ケイから芸名をつけたタニケイが登壇。そこからのガチョーン。さらに先日来日した際に報道陣の度肝を抜いたこのまぶたに目をかくパフォーマンス。これは何らの気持ちを西川のようにリスペクトしたものに違いない。そう、レディーガガが無類の日本好きで何度も来日しているのは西川のようの漫才を見るために密かに NGK に通っているからなのだ。信じるか信じないかはあなた次第。体張りすぎやって。ちょっとただ旦那には言ってないんですけど。でもね、スタイルがいいし足長いし。あ、ありがとうございます。いい冗談ですよ。やっぱプライベートでもガガはちょっと変わった服装してるんですけど、今メジャー観戦にハマってるんですけども、うん、ガガでそれを見に行った格好が黒のブラジャーに黒のパンツに黒のストッキングだけで現れたんですけど、でそれはやばいだろっつって、あの球団側があのヤンキースのユニフォームを着させたんですけど、この間なんかあの他の海外アーティストの情報なんかも、もう海外アーティストで今日本で活躍してるって言えば今田さんもハマってる昭和時代でしょ。計算され尽くしてるじゃないですか、どんな風にねあのすればいいかっていうのを彼女たちはすごい訓練してるわけですよ。でその訓練の賜物があの綺麗な足の動きだったりとか、そのダンスだったりとかで、そのダンスで稽古してる時にやっぱり傷ができたりとかすごい疲れるじゃないですか、ハイヒールを履いてね踊るから。でそのために9人のメンバーに対して5人 の, そのトレーナーがついてるんですって。でちゃんとマッサージをしたりとか毛穴のためのこうケアをしたりとか、あざとかあると全部メイクで消したりとか、すごい苦労してるんですよ。だってもう少女時代のコンサート何回行ったんでしたっけ。少女時代自体のコンサートは3回。パフォーマンスと歌はもちろんいいんですけど、やっぱ生歌やし、あとやっぱりさ、ね、距離近すぎて目を持たない。これ1万5000人の前で僕をバーン打たれた瞬間に胸を押さえて倒れ込んでた。でもね、これはどんどん東方神起舐めてたね。え、マジか。すごい。次行っていいですか。結婚したキャサリン、わかりますよね、はい、あれ今言われてる説だと、あのウィリアム王子が大学一緒になった時にキャサリンに一目惚れして結婚したって、はい、今これ常識、めっちゃ綺麗だよ、聞いてますけど、めちゃくちゃ綺麗だよ。実はこれ逆で、キャサリン妃がウィリアム王子に一目惚れして狙って落としたっていう。マジで、逆にしてで、実はですね9歳の時に、ね、出会ってんですよ、2人は、はい、キャサリン あだ名で言うとケイトって言うんですけど、はい、あのケイトの小学校にホッケーの試合で王子来てんですよ、うん、その時にケイトが一目惚れして私絶対ロイヤルファミリーになるって9歳で、でそっから頑張ってお勉強して、まあ、同じ大学に入れるんですよ、で同じ大学に入ったらウィリアム王子を狙ってる女が大学にはいっぱいいたんですよ。で、みんながもうセクシーな格好して お色気攻めというかしてんですよ。でそこでケイトが考えた作戦はもう地味な格好をして王子が来ても何ともない態度を取る。そっちに近場近いね。でもで、あので
王子が大学でのこのルームメイトを募集するんですよ、はい、でその時にやっぱこう地味で王子にこう日がないっつうことにかそうしてルームメイトの3人のうち1人に選ばれるんですよ、はい、で同じ生活始まってもキャサリンは全然地味な格好で通すんですよ、ずっとご覧してるわけます、そうそう、そうやっぱりね、あの夏ですか、男性が若い男性っていうのは大体想像しちゃうじゃないですか、うん、あどうなってんだあの服の下は。水田さん、鼻と口の